リープにて世論の物議を醸す一戦を迎えます。北田選手とブランドの攻防になり、なんと両者場外に落ちる展開に。頭から落ちた北田選手は続行不可能になり、金原の失格負け、ギロチンをかけられていたことから、わざと金原が落ちたのではないかと物議を醸します。